が続けて、一切衆生の真相は人間の心の相というものはみんなそうなのだ。汚れがない、負がない、赤がないということは汚れがないということですが、汚れがないこともまたそれと同じことだ。妄想はこれくなり、いろんなことをあれこれと考えることがそれが罪であり、それが赤なのだ。そんなことを考えないのがきれいなのだ。天道というのは物の考え方がひっくり返っていることですが、その物の考え方がひっくり返っているということが赤なのだ。天道がないということがきれいだということなのだ。我を取るというのは私が私がと考えることがそれが汚れなのだ。私がと言わないのがそれがきれいなのだ。そうすると一切のものは消滅してとどまらざること、幻のごとく稲妻のごとく諸法というものは相対せずと書いてありますが、これは止まらないということです。それ難しいですね。ちょっと止まらない存在というものはどこにもとどまらない、一年もとどまらない。諸法というものはみんな幻のようなもの、夢のようなもの、陽炎のようなもの、水中の月のようなもの、みんな妄想から生じてくるのだ。だからこれがよく分かったら律というものをちゃんと守っているということになるのだ。それをよく知っているのを善下、よく分かっていると名付けるのだと、こういうふうに説明をします。さてここで一番大切な問題は、この二人のお坊さんは罪を犯したんですね。罪を犯してそれを懺悔しにウパリのところにやってきた。そしたらウパリはそれに対して、お前のやったことはこういう罪にあたる、ああいう罪にあたるから、こうしなきゃならん、ああしなきゃならんって説明をしてる。そうするとユイマはそんなことするな、そんなことするなと言われてもですね、やっぱり罪を犯したことは罪を犯したんですからね、それに対して説明をするのは当然なんですけども、ユイマはそうは考えないんですよ。罪を犯した人間がそれを悪いと思ってやってきている、それはもう罪を後悔していることだ。その上罪のことをあれこれあれこれとこう追求していったら、その人間は悩んだり苦しんだりするばっかりだ。お前のする仕事はそういうことじゃないはずだ。親父とお袋の役目みたいなこう気がしますね。子供が悪いことをしてきて親父がそれを怒る。第一お父さんの前へ行って悪いことをしましたってこう言いたくなって言うんですよ、ね、言いたくなって言うんだけども、親父のとこ行くと怖いですから、お母さんのとこへ来たわけです。そうするとお母さんの中にもくど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 言う方いらっしゃいますね。そのくどくど言うお母さんが、どうしてお前はそんなことをするの、この間も言ったじゃありませんかって、こう最初からまた一つずつやって言うと、そんなことをするなって言われた。それと同じことです。つまりね、仏教ではその自分が悪いことをしたって、本当に悪いことをしたと思っていたら、それで心がきれいになりね、その懺悔したことによって元の清浄な世界に戻っているのだから、その上またね、心の中を引っかき回すようなことをするなというんでしょう。これちょっと問題がありますけど、まあ、大体お経の中でもいろんな問題が出てくるところは、取り方次第で毒になったり薬になったりするのが多いです。結魔経というお経もそういうお経の一つです。ですからちょっと間違えると毒になるし、ちょっと間違えるとすごくよく薬になる。これだって下手に取りますとね、人間ってのは悪いことをしたらそれ後悔したらもうそれでいいんだ、だからもう何にもそういう人を責めちゃいかんっていう風になってしまいますね。それだとちょっとまた困った問題ができますですよ。例えばね、この2人のビークは少しインチキですね。インチキと言っちゃ悪いですけども、確かに少しインチキなところがある。なぜかというとね、一番怖い人のところ行かないでしょ。どうして釈尊のところ行かないんですかね。これは釈尊のところ行くべきでしょ。ユイマはそのことをどうして指摘しなかったのか、私はここをやめていつもちょっと引っかかるんですけど、お釈迦さんのところに連れて行くべきですね、この二人のビッグを。
お釈迦さんのところに行くのが怖いから2番目ぐらいの理髪仕上がりのウパミのところへ来て、そしてどうだろうか、我々はその罪が救われるだろうかということを聞くということは、ね、計算していることでしょう。罪というのは自分が計算するものじゃなくて、許すか許されないかのどっちかですね。ですからこの二人の陸にはどっかそういう計算が隠れていると思うんです。ですから本来ならこのユイマはお釈迦さんのところへこの二人の陸を連れて行くべきですね。私はそう思うんです。ユイマ行というお経は確かに立派なお経ですけども、ここのところはどうもちょっと地域も引っかかる。お釈迦さんのところに行かなきゃいけませんね。一番恐ろしい人の前に行くべきですよ。それをしないで、確かに懺悔はしていますね。ウパミに懺悔をしたんだ。懺悔をしたことで何となく気がほっとしている。肝心な人のところに行かないで、遠回しにその人の耳に入る人のところに行ってお詫びをするというのは本当のお詫びじゃありませんね。そこのところどうして追求しないかが問題になるんですけど、でもそれにしてもね、2番目ぐらいにはいいその判決ですね。このユイマのしたことは、人間が本当に後悔しているとすれば、そのことをあれこれあれこれ次から次へとつっつくようなことをしたら、その人間はかえって悩んだり苦しんだりするばっかりです。ですから重ねて罪を増すようなことをするなと言っているんです。仏教というのは人間のあの心に対して少しデリケートすぎるぐらい人間の心のことを深く考えています。これキリスト教だったらこんなことはしませんですね。罪は必ず懺悔すべきもんだし、懺悔聴聞僧のところへ行って懺悔しなきゃならない。その代わりしてしまえば何だかすっきりするんですね。そういう簡単にはいかんでしょう。特にその自分が尊敬しているお坊様が聴聞僧になっていらっしゃるなら別ですけどもね、なんだ進学校出たばっかりみたいな若いお坊さんが電話のボックスみたいなところに入っていて、それでそれをこう次から次へと面白そうな顔して聞かれたんじゃ、それちょっとやりきれませんね。しかしその制度がそういうふうになっていればやらんわけにいかんでしょう。そして言ったことでなんとなく安心するかもしれませんね。それは物騒ですね。そういう点から言うと仏教というのは非常にこう深く人間の心の奥の方まで入ってきます。入ってくるけれども今言ったような問題は隠れているというわけです。ここのところで私ずっと前にあのヨハネ伝の中にね、白昼会員した女をイエスのところへ連れてきたという話が出てきます。皆さんもご存知だと思います。バイブル読んでおりますとね、ユダヤ教ではあの白昼その会員なんかしたりしてとっ捕まったりすると石で殺すんだそうですね。まあ、残忍なことしますね。ずっと前に来た正義というあのキリスト教の映画を見てたら、石でその人間たちを殺す場面がちょっと出てきました。気がつかないで見てるとわからんですけどね、石を投げるとこ、それから血に染まるとこがちょっと出ました。切られたんでしょうね、多分あんまり残忍なので。そういうとこがあるんですよ。そしたらその白昼会員した女を捕まえたんですね。そしてイエスがある家の中にいるところへ連れてきて、そしてモーゼの律法によれば白昼会員した者は石を持って殺すって書いてあるけども、どうしたらいいかって聞くんです。そしたらイエスは黙って地面の上に指で字を書く真似をしていたと書いてあります。それでまた聞くんです。返事しませんからね。それでどうしたらいいんだどうしたらいいんだって聞きましたら、イエスが初めて、お前たちの中で罪を犯した者の覚えのない者が最初に石を投げろ。そしたら罪を犯したことのない人は一人もいなかったんでしょうね。一人去り二人去りして誰もいなくて、そしたら女とイエスだけになった。そしたらイエスが、我も汝を罪せず、私もお前を罰することはできない、これから同じようなことをするなと言って出してやります。そういう一節がバイブルの中にある。牧師さんはどういうふうにその考えられるか知りませんけど、私は少し意地が悪いからやっぱり
イエスという人は人間だと思いますしね、そういう時に自分もそのお前を罰することができないということはイエスも同じだと思うんですよ。その石を投げることのできない人間と同じだと思う。それから女は別にその懺悔も何もしていないのにそれを許して出してやったということは私はちょっとよくわかんない。懺悔をしなければ罪というものは消えないんですね、キリスト教に。ところが女は懺悔したわけじゃない。私もその罪を罰することはできない、これからのうち罪を犯すなって出してやってます。だからイエスという人の心の中にもやっぱり寛因というものに対するこう反省というものがあったと思うんですよ。普通の人と同じようなね。でその気持ちがね、石を持って殺したらいいかどうかって聞かれた時に指で字を書いていたという態度に現れている。もっとはっきりした態度を取ればよいですね。指で字を書くというのはやっぱり物を考えている時でしょ。このぐらい火鉢ってものはあんまありませんからね、やりませんけど、昔はよく火鉢の灰の上こう火鉢でこう字を書いたんですね。自分の心の中でこうはっきり物が言えない時に灰に字を書いたんです。私それを覚えたんです、いつも。ですからイエスの心の中でははっきりと言えないようなものをやっぱりこう渦巻いていたろう。それが地面に指で字を書くという形で現れていた。ですから非常に正直だと思うんです、イエスという人はね。ですけどもキリスト教の人はまた別にそれをおとりになるらしい。最初からは神様の子供だと考えるのと人間だと考えるのとではそんなふうに違いが出てきます。私はやっぱり人間の子だと思うし、人間の子の中でも罪というものに対して非常にこう繊細な神経を持っていた人だと思うんです。ですから自分も罪することができないという言葉が最後にスッと出てきた。それからどうしたらいい、どうしたらいいって言われた時に黙って下を向いて字を書いていたという態度に出ている。その間黙っていたそうですね。私いつか仏教の沈黙のことを皆さんにお話したことありますけど、キリスト教のいろんなエピソードの中でこのみんなが出て行った後でその白昼寛容化した女とイエスとが黙ってその部屋の中にいた時の沈黙というのは、それはやっぱり立派なものだと。そういう時人間はいろんなことを考えますね。確かにその女は人生の中で一番その時深く自分のしたことや自分の生き方を考えたでしょう。100のお説教されるよりももっと答えたかもしれませんね。そういう沈黙というものが人間に必要なんですけど、それが今日一番最初に言った知恵というものは禅定が必要だという禅定です。ですから禅定というのは、知恵というものは言葉でいろいろ説明ができるということじゃなくて、むしろね、一言も言葉を使わないで相手が感動したり考えたりするようなのが本当の知恵です、ね、こちらから説明をしなければ相手が納得しないのは本当の知恵ではないと。そして一言も言わないのに相手が感動したりするのは、それはそこに禅定というものがあるから。これは私たちやっぱり自分の気持ちをね、相手に伝えるときにいろいろ苦心をして、ちょうど私が今説明しているようにね、一生懸命話すわけですから、話せば話すほど分かんなくなるんですよね。それが偉い人になるとそんなことは言わない、黙ってその座ってるだけでちゃんと分かる。そんな風になればいいんですけど、それじゃいつまでたって言いまいようと分かりませんからね。仕方がないからその喋りますけど、まあ、こういうわけで、ウパリは行かれないということを言います。その次にラゴラ、ラゴラですが、シャクソンがラゴラに向かってお前は行ってお見舞いをしろと言いますと、テソン我賢子に至って病を問うに耐え、ゆえいかんというにおもんみるに我昔ビアリのもろもろの長者の子が私のとこへやってきて、そしてこういうことを聞いた。ラゴラよ、お前は仏の子である。王位を捨てて天輪王の位、まあ、簡単に考えれば王様ですね、王様になるのをやめて出家をした。そして道のために測っている。さて出家をするのにはどういう利益があるのか。王様になるのをやめて出家したのにはよっぽど利益があるからだろう。
何の利益がある。そこで私は肩のごとく出家の功徳を説いている。こうしたらユイマがやってきて、ダゴラよ、御身が出家の功徳の理を説いているが、そういうふうな説き方をしてはいけない。なぜかというと、理なく功徳なきこれを出家となす。元来出家というものは理もなきゃ功徳もないんだ。これはっきりしてるんですよね、仏教は。お坊さんが一人お坊さんになりますとね、その旧族が天に生ずるなんていうのはあれも嘘ですね。そんなに功徳がある、功徳があるというんだったら、それは出家じゃありませんもんね、この考え方から言うと。何にも功徳がない、何にも利がない、それが出家なのだ。ウイの方ならば、利あり功徳ありと説くべけんも。このウイの方と言いますのは、ウイの奥山京子へですよね、あのウイ。ウイというのは、現象の世界、普通の人間の世界のこと。普通の人間の世界だったら利益があり功徳があるというだろうが、出家というものは無為の方だ。もう現象を超えた世界に生きるのが出家なのだ。こうしたらその無為法の中には利もなければ功徳もないのではないか。お前はさっきから功徳功徳と言ってるけども、その功徳がないのが出家じゃないか。ピャーンってやる。寮の武帝という人がインドからシナへ来て、ダルマさんがインドからシナへ来て、そしてあの寮の武帝という王様のところへ行きまして、ね、それでいろんな問答をします。あの時にその寮の武帝が、私が大勢のお坊様を作り、たくさんのお寺を建てたけど、どういう功徳があるかと言った時に、ダルマさんが言ったのは無功徳ですね。功徳なんかない。寺を建てようが坊さんをたくさん作ろうが功徳なんかない。その功徳なんかないというのが一番大きな功徳なんですけどもね、なかなかそこまではわからんですよね。やっぱり人間というのは金が儲かったり商売が繁盛したり自分の家が良くなったり、それでそのやっぱり仏教を信仰した功徳があるってこう言いたいし、ね、そういうものがちゃんと目に見えたらそれが一番こうありがたいと思う。だけどもさっきの天元のところを思い出していただくとね、目に見えているものは本当はないのかもしれませんね。目に見えない、つまり何にも功徳がないというところに大きな功徳があるのかもしれません。とにかく出家というものは功徳とか利益とかそういうものを超えたものです。超えているから出家というんですか、それをまあ叱られる。まあその後のところ時間がありませんから、そう大したことじゃありません、説明しませんけれども、功徳がないというところにね、出家の本当の意味があるということをぜひ考えていただきます。皆さん禅宗庵に来られて、その今行お呼びになったり般若心経お呼びになったり仏教の勉強をなさったりしますけどね、それでその利益がちゃんと出てきたり、それで体が丈夫になったとかね、多分いろいろこうおっしゃるでしょうけども、そういうことを考えるようになるとどっかそれ見当違いですよ。それ見当違いだと思いますよ。それちょっとも悪いことじゃありませんしね、確かにいいことですけど、そうしたからいいことだ、そうしたからいいことだっていうふうに考えますとね、必ずそれはそうしない人は功徳がないというふうに来ます。それから仏教というのに興味持たない人は人間じゃないと。それが物騒ですわね。そうするとそういうものは龍馬の剣ですから必ず自分に戻っていきます。そんなことを考えないであっさり、まあ、なかなかあっさりいきませんけどね、あっさり聞いたりあっさり考えたりあっさりできるとね、一番いいと思うんですよ。いいことをするんでも、私いいことをしてるいいことをしてるという根性でありますとね、どうしてもそれはうまくいきませんもん。だからなんだか知らんけどスッ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 こうやっているとひどくいいと思うんですよね。やっぱり人間って欲が深いからそうはいきませんね。こう形に見えるように、相手がお礼を言ってくれるように、三遍しかお礼を言わないとかね、もう少しこうなんとかなりそうなもんだとかね、考えたりしますけども、そういうの嘘ですね。それじゃ出家の功徳はないんです。まあ、皆さん大丈夫ですからいいんですけど、そうすると最後にアナ、お前が行ってユイマのとこへ行け。
世尊我かしこに至って病を遠に耐えゆえいかんというに、いにしえ世尊の御身に少しく病ありて、まさに御乳を用いてかれき、昔釈尊が病気をなさった。その時牛乳を使わなきゃならなかった。それで私は鉢を持って大バラモンの家に行って、それで、門の前に佇んでいたらユイマがやってきた。そして私に聞いた、お前は何してる。そうすると私は、釈尊の体に病気があるから牛乳がね欲しいから、このバラモンの家の門の前に立っていると言ったら、やみねえやみねえ、阿難この後をなすことなかれ。こう実にこう激しいんですよ。如来の御身たるや金剛の体なり、諸悪すでに断じて修善あまねくえせり、まさに何の病かあるべき。お釈迦さんが病気するわけないじゃないか。お釈迦さんはもう普通の人間と違うんじゃないか。金剛の体を持っているはずじゃないか。それなのに病気をしたとは何事だ。黙して行きね、黙って行ってしまえ。阿難、如来をそしることなかれ、委任をしてこの素言を聞かしむることなかれ、他の人が聞いたら、あの釈尊という人は偉そうなことを言ってるけど病気にかかるじゃないか、病気にかかるようじゃ普通の人間と同じじゃないかと言うだろう。だからこういう素言を、荒々しい言葉を聞かしめることなかれ、阿難よ、天輪女王すら承服をもっての家になお病なきを得たり、天輪女王でさえ病気がないのだ。いかに如来は無量の福を得して、あまねく優れたまえるものなるに、どうして病気なんかがあろう。雪音アナ、我らをしてこの恥を受けしむることなかれ、下道やバラモンにこの言葉を聞かれたら、まさにこう思うだろう。何度名付けて人なさん、自分の病すら救うあたあざるに、しかもよく人の病を救うことができようか、というふうに言われるだろう。だからさっさと言ってしまえ。随分また白状ではっきりしたことを申しますね。釈尊が病気するはずないって言うんです。そうしたらこの阿難という人はまた正直な人なんですね。もう何十年というほど釈尊のそばについていて、それでもう奥さんのようにこう身の始末をしていた方ですから、それは確かにこう今の方では W 型なんでしょうね。女性的で優しくて素直で、素直でなきゃそれはいくらお釈迦さんでもそんなそばにいられたらかなうんでしょう。ですからお釈迦さんが右向けってや右向く、左向けって左向くっていうような方だったんでしょう。ですからそう言われると気になったんですね。実に残機を抱き、残機って言いますけどね、残機に耐えませんって皆さんおっしゃいますけど、残と機とご存知ですか。どっちも恥ずかしいんだろうと思われでしょう。残と機とは違うんですよ。残というのは自分の心の中で恥ずかしいと思うこと、気というのは人の前に恥ずかしいということを発表することを気と言います。ですから残気に耐えませんと言ったら、自分でも恥ずかしいと思い、人に向かっても私は恥ずかしいことをいたしましたというのが残気。これは普通の残気は心の中で恥ずかしい恥ずかしいと思って人には申しませんね。それは残の方ですね。ですから私は残に耐えませんという方が本当です。この人正直ですから残機に耐えないから、言葉に出して言ったんですね。自ら仏に近づきつつ、しかも誤りことなきを得に、世尊から私は間違って聞いたのではないか、世尊がご病気だって言ったけどもそれは間違いだったんじゃないか、世尊からいろんな教えを聞いたけども私は間違って聞いてたんじゃないだろうかって、こう独り言言いますと空中に声があって、阿難よ、まことに故人の言葉のごとし、ただ仏は五浄悪世にお出になった。そして現にこの教えを説かれて、修行を度脱、修行を救うためにこういうふうにして病気になっていられる。だから恥ずかしいことはない、牛乳をもらいに行きなさい。この点にはまた優しいですね。釈尊は本当は病気じゃないけどね、いろんな人たちにいろんなことを教えるためには病気になる必要もあるだろう。五浄の悪世に生まれられたんだから病気の姿を示されるのは仕方がないから、何お前恥ずかしいことやら牛乳取りに行けって、これじゃどうしていいか分からんですよね。あら、キリキリ前をして戻ってきたんだけど、こういうふうであったから私はとってもその孤児のところに行って病気を取ることはできませんということを言うんです。この病気の
考え方ですね。釈尊は病気はしないというユリマの考え方、それから天に声があって、そういう釈尊でも本当は、いろんな人たちに教えを説かれているのだから、どうしたってそれは病気の姿も示される、ただ病気の仕方が違うですね。病気の仕方が違うんですよ、釈尊の病気は。釈尊もよくご病気なさいますよ、私は背中が痛むとおっしゃっておりますしね、それから亡くなられる前は下痢をして病気になられてお亡くなりになったし、神経痛みたいな病気も持っていらっしゃったし、その代わり人の病気を治すこともお上手であったし、それから病人に対するその、心映えって言いますかね、あの教団の中にね、花つまみの弟子がおりましてね、その花つまみの弟子はね、自分の方媒の弟子が病気になった時に体が臭いとかね、あんなやつの始末するのは嫌だって言って看病しなかったんですよ。そうしたらてきめんにそうです病気になりましたね。そしたらみんなが世話しないんです。それで体が動けませんでしょ。それで糞尿の中に寝ていたって、憎まれっ子でね、誰も世話しなかったら釈尊がそーってやってこられてね、そしてその糞尿を全部きれいに掃除して体を清めて、それで、お前は自分の友達が病気をしている時にね、ああいう態度を取ったからこういうふうになったの、これからそういうことをしてはならんと言われて、それでまたそーっと出て行かれたそうです。それ誰にも知られないように釈尊を過ごされた。釈尊という方はそういう方です。弟子を呼んできて、お前たちはダメじゃないか、その便所の掃除ぐらいしてやれとか、そんなことはおっしゃらんで自分でちゃんとやりなさい。そしてその子、その弟子を戒めて、それでそっと去っていく。そういうね、逸話がたくさんあるんですよ、釈尊には。その人に知られないね、小さな逸話の中に釈尊という人の性格がよく出ているんですが、つまり釈尊も病気をなさるね、病気のなさり方が違い、それから病気をしている人間に対するその態度が違っていた。それから釈尊にとっては体の病気よりもむしろね、心の病気の方が人間にとっては深いものである。それを治すために釈尊という方は出現されたわけだから、だから体の病気があってもそれは当然だよ、だから何も恥ずかしいことはない、お前は牛乳を取りに行け、そういう声が。阿難の中にそういう2つの態度があったんでしょうね。阿難という人の心の中にどうして釈尊でも病気をなさるのかという疑いと、それから釈尊がご病気をなさるのは当然だという声と、人間にはそういう2つの声というか、あの考え方がいつもあるもの。それを阿難は代表してたんでしょう。そしてそれをどっちかに割り切らなきゃいけませんね。やっぱり人間ってほら、そのあれも良いこれも良いじゃどうにもならんもんですよ。ですからどっちかに踏み切らなきゃならない。だからそれは病気をするのが当然だという方に踏み切るか、病気をしないのが当たり前だという方に踏み切るか、どっちかに。阿難は多分その時ね、どっちにも踏み切れなかったんですよ。だから見舞いに行けなかった。今まで出てきたその弟子どもみんなそうですよ。自分の態度が決定できないんですよ。それでユイマはいつもそれをつくんです。その教えられた通りにやっていたらユイマにいつも叩かれる。お師匠さんがこう言ったからこうします、それじゃダメなんですね。自分のその信念というものがそこになければ、信念を持って言っていたらユイマは何にもその怒ったり皮肉ったりね、それから上げ足を取ったりなんかしないんですよ。第一そんなことできませんよ。人間が自分で本当に体で考えて一生懸命やっているものをね、そのちょっとした落ち度を捉えてそうじゃないああじゃないってグズグズ言えるもんじゃないです。グズグズ言われるのはね、その人の中にグズグズ言われるようなものがあるんです。つまりはっきりした信念がないんです。だからやられるんです。お釈迦さんの弟子にもそういうはっきりした信念がない人がたくさんいたということは面白いことですね。ああいう偉い人のそばにいてもそうなんですから、我々グズグズしたりね、あっちひょろひょろこっちひょろひょろするなら仕方がないでしょう。仕方がないですけども、やっぱりいつかはね、自分の態度をはっきりしなきゃならんですね。右に行くか左に行くか、そういう決断を迫るのがこのユイマのその弟子門のところに書かれているわけです。この次は菩薩が出てくる。皆さんに読んでいただいている信条、今度こんな表紙になります。すごく面白い表紙ですよ。これは天理市にある長学寺というお寺の弥勒菩薩です。
これは南禅寺の柴山禅慶老師が新年の言葉をいただいておりますから、ぜひお読みください。